サクサクミルク赤崎です。メンズ赤星です。勝ちだぜ。はい、お願いします。よろしくです。さあ、というわけでね、はい、ラーメン杉田屋を神奈川県横浜市磯子区新杉田町にございます。よく言いました。1回目の有給ですね。こちらですね、はい、京浜東北線新杉田駅、まあ、地元ですね、僕。あ、はいはいはい、もろに地元なんですけども、はいはいはい、家系直系のね、直系とかの総本山、はいはいはい、吉村屋ののれん分け1号店ということでね。あ、ここなんだ。もともとの吉村屋の本家はこの向かいにありました。あ、そうなんだ。旧店舗は、その向かいにできた直系1号店杉田屋ですね。あ、そうなんだね。はい、ラーメン、チャーシュー、ほんといろいろありますけど、まあ、まあ、オーソドックスなね、はいはい、家系のなんか品数ですかね、これはね。あ、なるほどなるほど、はい、これぐらいなのね。そうですね。で、ラーメン並を選択しておりますと、選択しているとはい、着丼です。来ましたか。はい、ラーメン並700円、お手頃ですね。あー、確かに確かに、はい、で、麺固め、はい、まあ、家系だと結構なんかオーソドックスな感じだから、はい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 、はい、で、まぶし丼150円、こちらですね。なんだこれ。ライスと同じ値段150円で、うん、あの選べるんですよ。白米かまぶし丼か。どっちか。こちらまぶしの選ぶよね。まあ、名物なんでね、早速麺からいきたいと思います。いますね、はい、はい、堺製麺ですね、直系の。あ、直系だと堺製麺おなじみでございます、こちら。そうなんですよ。で、もちもちとした食感が楽しめるということで、早速ね、かっくらっていきますけどね。かっくらってますね。はい。あ、で、スープですね、こちら。スープいきました。ちゃんと見せてくれるんですね、レンゲで。脳天直撃、醤油豚骨。よくね、豚骨醤油とか言うじゃないですか。あ、はいはい、家系、間違いです。え、醤油豚骨ですね。あ、そうなんだ。醤油の味を全面に出すってのがやっぱ家系ですから。あ、まあまあ、それはあるわ ね、 確かにね。あ、ほうれん草ですね。いや、いいですね。いいですね、こちら。やっぱ醤油豚骨のスープに浸してね。はいはいはい、はい、で、柔らかい食感がまたいいんですよ。いや、僕も好きです、これは。うん、いいですね、こちらね。あ、で、海苔ですね、こちら。お、来ちゃいましたが。しゃぶ、しゃぶ。しゃぶしゃぶ。まあ、僕、しゃぶしゃぶ派ですね、やっぱね。あ、浸し派なのね。浸し派ですね。しかも、海苔だけいってるしね。まあ、まぶし丼を頼んでるんで、あ、よくね、白米に取っていくとかね、あ、はい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 、ありますけど、はい、まあ、僕は一気にいっちゃいますね。なるほど、なるほど。はい。ということで、チャーシュー、まだ。チャーシュー、シャブシャブ、シャブ、ね、本当のシャブシャブみたいな。ちょっと言ってたことあったわ。え、焼き豚なんですよ、これ。あ、そうなんだ。これか。チャーシューイコール煮豚のイメージありますけど、はい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 、まあ、煮豚だったの、麺をスープをね、はいはい、吸っちゃうんですよ、スープを。なるほどね。味がブレちゃうんで。あ、こちら。そんなこと言ってる間に、はい、うわ、何これ。なんですかね、これ。え、うん、餃子ニンニクでございます。餃子ニンニク、はい。なんか良くない葉っぱ待ってます、ね。いや、確かに今違う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 、これね、編集これ赤星がやるじゃん、これ。待ってます待ってます。何これ、ちょっと良くない葉っぱみたいな。何してんの。普通の葉っぱがパーって出てきてるだけだから。いやいや、おかしいよね。あれは餃子ニンニクじゃないですよ、別に、はいはい、普通のニンニクよりも、うん、そうそう、強烈な香り。はい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 、はい、あー、そうなんだ。ニンニクね、えー、これやっぱ直系のあるではですね。あー、なるほどね。餃子ニンニクはで、これいろいろ補足ありますけども、はいはい、読んでいただきたいですね、これはね。うわ、牛乳がニンニク臭くなるんだ。いや、牛乳じゃないし。いや、乳牛が食べたらさ、食べたら、あ、そうなんです、ね、できました。まぶし丼、まぶし丼きましたね、これね。これね、玉ねぎとチャーシューを甘く煮てあるんですけども、はいはい、これもしかしたら、はいはい、あの、それ誤解を恐れず言うと、はい、ラーメンを超えてしまうんじゃないかってぐらいの、え、うまさを。そんなうまいの。僕結構ね、まぶし丼を食べに杉田屋に通ってたみたいなところもありますね。僕地元でフリーターしてた時代に、はいはいはい、朝方行ってたんです。朝5時からやってるんで。うわ、早っ。焼き餃子どういうことですよ。そう言ってる中でね、アクシデント見逃してまあ、カルビス起きてますけどね。本当に食べたさすぎて、もうそんなついた箸ここにちょっとピュッてやってるし、だって編集店作りたかったんだけどね、無理でしたね、これね。あ、で、SB ブラックペッパーね。あーまあ、これ胡椒のことはちょっと言っとけって赤星から言われてるから。はいはいはい、はい、そうですね。一応ね、全面出してみたけど、スープも入れて、まあね、で、食べていく、はい、まあ、ちょっとここ僕は編集したんだけど、ちょっと際どかったんでね、自粛させていただきましたけど。どういうこと言って、それは。ちょっとね、なんで食い方汚ねえからね。いや、もう食っちゃった。早くない、ちょっと。はっきり、いや、終わっちゃった、ちょっと。ちょっとね、ほんと際どかったんで、際どかったんで。急に全部完食してるけど。なんないった。かなり際どかったんでね。これね、マシマシレベルに対抗して。はい、あ、家系戦闘力にさせていただきましたね。なるほど。
初っ端から 88.33333 100で取ったし、いやもうチャーシューが本当に追いつけるんですよ。あ焼き豚があとそんなにあの小数点いらんすよ。え33333確かに、ね、割り切れないよって言わない。小数点は1個だけどね。あ小数点は1個だけどね。そうそうそう33333、本当ここの思い出の店で一番行ってますね、やっぱりね。本当に家がすぐ近くなんですよ。朝5時から、夜中の1時かな、もうロングでやってるんで、いつでも原付飛ばして食べに行ってたと。うわ、はい、じゃ あ、まあ、なんで1軒目はね、こちらの店舗行かせていただきました。1号店としてはふさわしい、そうですね、店舗でございますね。まあ、今後もね、家系のお店、はい、たくさん行きたいと思いますんで、うわよろしくお願いします。楽しみだ。うん、はい、まあ引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いしますと。うわ、さんですか。ありがとうございました。